はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はライジン37第9試合、レーナ VS アナスタシア・スベツキスカ選手です。レーナ選手は160センチ49キロ31歳、12勝4敗のストライカーです。テイクデンディフェンスがうまく KO できるパンチを持っています。特にボディ打ちなどが女子の中ではピカイチです。アナスタシア・スベツキスカ選手はウクライナ出身の選手で、169センチ49キロ24歳の若くて美人で、色が白くピュアで透明感のある格闘家です。しかし2勝0敗とほとんどキャリアがありません。簡単に言うとカマセーヌなのです。一応情報としてはグラップリングの強いオールラウンダーとなっています。そして169センチとスーパーモデル並みのリーチを持っており、キメの細かい肌、そしてクールな美貌を持っています。ただトレーナーが長編に出てしまっているため、おそらく練習環境なども劣悪で、本当にカマセーヌのために呼ばれたのでしょう。というのもレーナは引退ビジネス詐欺なのですが、今回もわがままを言い、日本人同士のトーナメントだと出ないと言ったそうです。ですので急遽日本人トーナメントをやめ、世界トーナメントということでカマセーヌが呼ばれました。ですので普通に考えればレーナが KO 勝ちして 1-2-3 シュートっていうのをやりたいのでしょう。ただワンチャンアナタスタシア・スベツキスカにもチャンスあると思います。というのはリーチが169センチかなり長いので、アウトボクシングをしつつレーナのと組み、そこでタッチバックでバックチョークを狙うという狙いができます。というのもレーナはおそらくテイクダウンディフェンスを極度に恐れているので、その裏をついてタッチバックでバックチョークを狙うのです。日本人選手で169センチもある女子選手はほとんどいないので、スーパーモデル並みの美貌を持つアナスタシアちゃんがバックチョークを決める可能性はあると思います。しかしカマセーヌの2勝の選手なので、まず難しいでしょう。レーナはなぜ引退詐欺かというと、昔からの格闘ファンなら知ってると思いますが、もう10年ぐらい前、20歳ぐらいの時からレーナは格闘技を早く辞めて家族を持つみたいな感じで、インタビューでずっと辞めたい辞めたいと言ってました。大沢健二さんも言ってましたが、格闘技は好きで続ける選手と、強くて仕事としていやいややってる選手がいる。レーナは強くて仕事としてやってる選手だと言ってました。とは言っても女子格なので食えてはなかったので、アパレルのビームスの倉庫で働きながら格闘技をやっていました。それがライジンに拾われ、一気にスターになり、高田さんのコネで高田さんと同じ一流芸能事務所に入ったことによって金持ちになりました。そして金持ちになったところで引退したいといったところ、当たり前ですが引退した格闘家に何の価値もありません。ですのでおそらく芸能事務所側が引退しないでくれと頼み、レーナも金欲しさに引退せずに撤回したのでしょう。そのような選手をなかなか応援したいと思えるファンは少ないのではないでしょうか。ですので勝敗予想、希望としてはアナスタシア・スベツキスカ選手です。そして実際ですが、こちらどうでもいいのですが、普通に考えればレーナですが、ここはアナスタシア・スベツキスカ選手にします。難しいですが、アップセットを起こしバックチョークで一本勝ちしてくれるのではないでしょうか。そして 1-2-3 ウクライナと叫んでくれると思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。